アンディ・マリー・ラフ・フォンテーヌは、ベルギー出身の国際弁護士。1907年から1943年まで、国際平和ビューローの事務局長を務めた。1913年に、ノーベル平和賞を受賞した。ブリュッセル自由大学で法律を学んだ後、1877年に法廷弁護士となり、国際法の権威としての名声を確立した。1893年、 ブリュッセル自由大学の国際法の教授に就任。1895年、ベルギーロード等から上院に当選した。1919年から1932年にかけては上院副議長を務めた。1882年に設立された常設国際平和局に対してラフ・フォンテーヌは早くから興味を持っており、常設国際平和局が ハーグリック戦条約の締結に関わるきっかけを作った。彼自身もベルギーの代表として1919 19年のパリ、講和会議や1920年の1921年の国際連盟総会に出席した。また、世界平和実現のため世界知識人センターを設立し、世界学校や世界大学、世界議会、国際裁判所などの組織を提案した。 またポールを取れと協力して国際女子学研究所を設立した。ラフォンテーヌは法律のハンドブックを数多く表しており、また国際調停の歴史についての体調を書いている。雑誌ラビーインターナショナルの創刊者でもあった。さらにフリーメイソンの一員であった。ありがとうございます。